さんこんにちは、ミアです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。少し投稿期間が空いてしまいましたが、皆様お元気でしたでしょうか。だいぶ涼しくなり、すっかり秋の気配が感じられるようになってきましたね。今回は夏の間暑すぎてなかなか手をつけられなかったこちらの日向の花壇メドウガーデンのお手入れとアプローチの見直しを主にやっていきたいと思います。よろしければご覧ください。それではスタートします。まず花壇のお手入れから始めていきます。最初に枯葉のお掃除と株間の雑草取りをしておきました。雑草取りは編集では簡単に終わらせていますけれども、夏の間ずっとサボっていましたので、実は結構大変でした。草取りが一通り終わってから土の表面を軽く中耕しておきました。こうすることで土の通気性と水の通りが良くなり、植物の生育も良くなります。次に切り戻しの作業をしていきます。この時期は道を塞いだ邪魔な部分や枯れ込んだ部分を軽くカットするくらいで、大きな切り戻しは行わないようにしています。お花が終わった株も葉っぱは光合成に必要ですので、来年の株を育てるために最後枯れ果てるまで葉っぱは残しておきます。今お花が咲いている株もこの時期強い切り戻しをしてしまいますと、もう花穂が上がらないで終わってしまう可能性が高いですので、切り戻す場合は上部を軽くカットする程度にしておきます。こちらはこぼれ種のトレニアです。一年草になります。トレニアもこの時期あんまり強く切り戻すとお花が上がらないで終わってしまうんですけど、ここでは道を塞いでちょっとお邪魔でしたので少し強めにカットしておきます。本当はまだしっかり咲かせたい場合は半分より上くらいの位置でカットした方がいいかなと思いますが、ここはもう咲かなくてもいいやという気持ちで深めにカットしておきました。こちらはペルシカリアブラックフィールドです。これは花穂が上がるタイプのペルシカリアなんですけど、このタイプはどうしても内では倒れ込んで咲いてしまうんですよね。この倒れ込みを防ぐために、春に一通り芽吹いたところで一回刈り込んでおくと草丈が低く抑えられると今年教えていただいたので、来年はぜひやってみたいと思っていますが、今年はもうこんな風にダラダラーと倒れ込んで咲いてしまって、今刈り込むのはもう手遅れですので、この倒れた茎を逆手に取りまして、これで茎伏せをして株を増やしていきたいなと思います。茎伏せはただ茎を寝かせて土をかぶせておくだけで節から発根してくれるんですけど、どうしても茎が浮いてきてしまうことがありますので、それを防ぐために私はこの防草シートのシートピンを使って土と茎を密着させて土をかぶせておきます。そうすると何日か経って見た時に茎が浮いていて全然茎伏せができていなかったということもないですし、シートピンも見えませんので結構スマートで効率的に茎伏せができるかなと思います。このペルシカリアでしたら茎伏せでほぼ 100% 節から発根してくれます。全ての宿根草ができるとは限らないんですが、刺し目で増やせるタイプでしたら結構成功するかなと思いますので、よかったらやってみてください。とは言いましても株が大きくなりすぎても花壇を圧迫しますので、今回はこの枝だけ茎伏せして、他のダラダラした枝は株元からカットしてしまいました。このカットした枝も刺し目すればつくんですけど、最初花壇が満たされるまでは茎伏せや刺し目で増やしていくのもいいかなと思いますが、うちの花壇はもう結構いっぱいになってきていますので、今回は心を鬼にして処分しました。こちらはサルビアネモローサカラドンナです。株がかなり乱れてしまってますね。どんだけサボっていたかがバレバレですね。まずこのような完全に枯れ込んでいる茎を取り除いていきます。
まだ葉が残っていて倒れ込んでいる茎は、先ほどのペルシカリアのように茎伏せしておいてもいいと思います。ここはもうスペースがないので、今回は取り除いておきました。次に花柄をカットしていきます。カラドンナはもう間もなくお花の期間は終わりですので、切り戻しではなく花柄カットだけにしておきます。つぼみもまだ少し残っていますので、今月いっぱいくらいまでは楽しめるかなという感じです。または花柄をそのまま残してシードヘッドを楽しむという方法もメドウガーデンならではでいいかなと思いますが、この株はまだ1年目なので、来年の株を育てるためにもできるだけ種はつけさせず、今回は花柄はカットしておきました。こちらはベロニカロンギフォリアアルファです。これはもうお花は終わりましたね。株元の新しい葉っぱを残して上の方をカットしていきます。こちら実は3株植えたんですけど、1株ダメになってしまいました。気がついたら周りの草花に埋もれてしまっていて、とってもかわいそうなことをしてしまいました。この2株も日があんまり当たらなくなってしまっていますので、もう少し涼しくなったらちゃんと太陽が当たるように手前の方に移植してあげたいと思います。宿根草の移植や植え付けの作業は10月が適期と言われています。本当は今回移植もやっちゃおうかなと思ったんですけど、思ったより日中暑かったので、今回は植え付け準備として先に土壌改良だけ済ませておきたいと思います。これがダメになってしまった株です。残念ですが取り除きます。植え付けの際は簡単にバーク切り腐葉土だけで済ますこともありますが、秋は宿根草にとって最も植え付けに適した期間ですので、しっかり土壌を整えてあげたいと思います。土壌改良剤はバーク切り腐葉土3割、赤玉土3割、硬質カナマツチ3割、硬質炭またはもみ殻燻炭1割。これをよく混ぜ合わせておきました。本当は地植えの場合、赤玉土は硬質を使いたいところですが、最近硬質の赤玉土がものすごい値上がりしてしまったんですよね。あと取り扱いのないホームセンターも結構あるので、最近は普通の赤玉土を使っています。元の土とよく混ぜ合わせて、塊があったら手で潰しておきます。表面を軽くならして土壌改良の完成です。土壌改良剤が余ったので、こちらの空いている場所もついでに土壌改良しておきました。一通りお手入れが終わりました。だいぶすっきりしたかなと思います。次にずーっと決めかねていた内側の小道なんですけど、これが板を仮置きしたままついに秋になってしまいましたので、これをちゃんとしたステップに取り替えていきたいなと思います。素材は以前枕木風小道を作った時に使ったのと同じコメディさんで購入したコンクリート製の枕木平板を使います。ずっと何で小道を作るか悩んでいたんですけど、外周をハードウッドで作りましたので、これに見た目が近い方がやっぱり合うかなと思いまして、今回もこの平板を使うことにしました。以前買っておいた 630mm のタイプが2枚ありましたので、これも一緒に組み合わせて使っていきます。今回小さめを選んだんですが、また植栽が変わっても動かしやすいように一番軽いタイプにしておきました。寒くなると特に腰を痛めやすくなりますのでね。はい、一番小さいタイプにしておきました。このコンクリート製の平板のメリットは腐らないのはもちろん、多少地盤を慣らしておくだけでしっかり安定してくれるところです。とっても簡単にナチュラルな印象の小道が作れます。
仮置きの板を外して新しく買った平板を置いていきます。すでに地面はほぼ平らになっていますので、簡単にパンパンと叩いて地面に置くだけで OK です。こちらちょっと注意した方がいいのは、ひびが入ったり割れてしまうことがあるそうなんですね。うちではまだそういうことはないんですけど、念のためあんまりバンバン思いっきり叩いたりしない方がいいかなと思います。その辺だけちょっと注意が必要ですね。一通り置いてみました。ちょっと足りなかったですね。私が行ったお店にあった11枚全部買い占めてきたんですけど、この辺とかちょっと幅がありすぎましたので、もう少し買い足しておきたいなと思います。コミリさんはお取り寄せもしてくれますので、また注文しておきたいと思います。この内側の小道は歩く道というよりは、お手入れのために必要な踏み板として使うことが多くなるかなと思います。次回はこちらの花壇から、春に植え付けてからよく育ってくれた宿根草や綺麗な穂が上がってきたグラス類のご紹介と、逆に酷暑でお亡くなりになってしまいました宿根草の数々を赤裸々に告白させていただきます。実は結構な数お亡くなりになっています。いろんな原因があるので一概には言えませんが、やっぱり強い宿根草、弱い宿根草あるかなと思いますので、特に団地の方には宿根草選びのご参考にしていただけるんじゃないかなと思います。よろしければ次回もまたぜひご覧ください。今日の動画が良かったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録の方もお待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。